橋に崩れ落ちた後にパンチを放ったということで、キリモンコンに1点の減点が与えられます。ただダメージが大きい長島健吾、2度のランを消した第2ラウンド、残り3分した、強打天才キリモンコンチンワンチャーの前に長島健吾が2ラウンドでキャンバスに沈みました。両手を上げて喜びます。タイの天才キリモンコンチンワンチャー長島健吾、うっすらと目に涙が浮かんでいるでしょうか。右一発でしたキリモンコンチンワンチャー、長島を下しました。あまりにもあっけない幕切れ、力を出し切ることなくこの世界戦初挑戦を終えてしまった長島健吾、近くに寄り添う父親長島清会長は全く言葉をかけません。見守るだけです。下唇をかみしめる長島健吾、23戦21勝 12KO という戦績で小学校5年の時から父親と一緒に歩み始めたボクシング人生、わずか2ラウンドでこの親子の夢がついえました。ファイティングアラーさん、はい、第1ラウンドはただ非常にいいそのリズム、そうしたような気がしたんですが、足が止まったら怖いなと思ったんですけどね、やっぱりあの立ち直る選手は怖いですね。そうですね、はい、浜田剛さん、はい、この完全にキリモンコンに敗れたのではなく、この表情を見てもまだまだ十二分に余力を残している、うん、一瞬の出来事だった、まあ、その瞬間はが効いたということなんですけどね、はい、まあ、終わってしまってからは本当に残念ですね、はい、まあ、極力ロープに詰まるというところをなくしたらなと思って先に飛んできた感じですからね、はい、もう少しリングを広く使いたかったですね。長島健吾が今清志会長に手を取られ、ゆっくりとリングを降りていきます。ここまで23戦のプロキャリア、切った黒星はわずかに1つ、デビュー2戦目でした。以来21連勝、こんな長島の表情、こんな長島の姿を見たのは本当に久しぶりです。右の下、目の下が黒く腫れ上がっています、黒ずんでいます。キリモンコンのパワー、パンチ力を物語っています。少し距離を置いて長島健吾の背中を見つめながらその歩みを進める長島清会長です。多くの大手ジムのスカウトを断って父が会長を務める小さなジムから世界チャンピオンを目指した長島健吾、ただこのキリモンコンチンアンチャーのパワーの前に粉砕されました。キリモンコンチンアンチャー、5年前は減量に苦しみました。大阪で辰吉に敗れて、それが38戦で唯一のプロキャリアの黒星、リベンジなりました。引退をかけた一戦でした。控え室に戻る長島健吾です。この画面で見る限りリングを降りるときに息子健吾の手を引いて階段を誘導した父親長島清会長、今扉が閉められました。この間一度も長島健吾に声をかけることはありませんでした。タイの天才キリモンコンチンアンチャー、今回は引退をかけた一戦でした。これが最後の世界戦のチャンス、負けたら引退、勝率は 50% だが自信は 100% と話した試合前、その強烈なパワーが早くも第2ラウンドに炸裂しました。ファイティングアラさん、これが第2ラウンドのこのキリモンコンチンアンチャーの猛攻です。この右ですね、まず1回目ですね、ちょうどいい数が入りましたね。そしてロープ上に詰めていきます。ここでもダウンを奪ったシンアンチャーです。浜田剛さん、はい、パワーですね。まあ、あのタイミングの選手ですけどね、まあ、今見てもあのちょっと今の最初のダウンの一発目のあのパンチあたりはちょっと追い詰められての右フックを合わそうとしたパンチですからね、あの長島が、だから先手先手で行きたかったですね。ちょっと追い詰められての、まあ、引っ掛けだったんで後手に回りましたね、はい。リングサイドでは辰吉丈一郎さんです。
5年前大阪で圧倒的不利と言われた中でシリモンコンシンワンチャーを下しました。さあそのシリモンコンの、それでは勝ちましたシリモンコン選手です。すごい KO でしたね。トップマーク、ありがとうございます。5年ぶりにチャンピオンベルトを巻いた今の気持ちを聞かせてください。ดีใจมากเลยครับที่ได้กลับมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้งแล้วได้แชมป์ที่นี่ครับเป็นเมืองที่ใฝ่ฝันมากขอบคุณครับรักคนญี่ปุ่นมากนิสัยดีครับはい、ありがとうございます。またこちらの日本に戻ってで試合をしてチャンピオンになることができてありがとうございます。私日本が大好きです。日本人のことも愛しております。ありがとうございます。長島選手の印象